今回はね、まだちょっと行ってなかったところをね、ぼちぼち探索していこうかな。優美な鍵を使う。なんか広いな。あぶね！いい反射神経。お前、不意打ちとは卑怯な。あー、これ細かいのが出てくるのか。厄介だな。まあ、こいつはそんなね、体力も多くないだろうから、ゴリ押しでいけちゃうんじゃないか？あぶねえ。スピードにね、気をつければこいつは大丈夫な気がする。避けて、破壊して、オッケーオッケー。まあ、こいつは何も言わないと。上に上がっていけばいいのかな？上に上がっていくと。右だね。お、なんかある。調べる。からくりがある。調べますか？はい。おお、びっくりした。あ、なんか力宿るのかな？シェイドソウル。あ、なるほどね。パワーアップしたと。おお、黒くなってる。いいね。他は何もなさそうかな？ここ戻るっぽいね。そうだよね。ここね。叫びと。これ気づかないよ。一応背景がヒントになってるのか。いや、ここを調べないとちょっとわかんなかったね。さあ、これで、アビスの叫びが強化されたと。なるほど。黒い、これも。さあ、エッセンスをね、ちょっと集めていこうか。純白の騎士。フンコロ騎士の強化バージョンって感じかな。こんな投げてきたっけ？おお、なんだそれ。えげつない攻撃してくんな。うわ、この一本糞が。ちょっと待って。はめないで、角で。やめてやめて。ちょっと待って、動けないんだけど、これ。これ。おい、HP1 になっちまったよ。お、当たんない。お、意外といいポジションでは。よく見て、避ける。いや、ちょっと地面からの一本草、ちょっとしんどいな、なんか。精神的に。あ、当たるか。でも結構ここいいポジションなんじゃない？ガップね。さあ、動きをよく見て。うわ、下来たか。結構動き早いね。うわ、これ角にいれば当たんないぞ、あれ。一本武装。避ける。どうした？意外とここにいるだけで勝てないよね。さあ、どっちの方が強いか。ゴリ押しでいくぜ。当たる。結構切ってね、回復してるからね、ソウルも。狙われたか。さすがにちょっと避けるか。どっちのパワーが上か勝負だ。ラッシュの速さ比べといこうか。痛い。あ、やばい。1じゃん。回復。あれ、当たんなくない？当たり判定ないんだ、実は。ちょっと端っこに隠れて。回転切り。丸めるスピード速いんじゃ。お、いいね。倒した。いや、結構強かったわ、マジで。5、6回目かな、これが。あ、奥の方見てる。消えてった、なんか。仲間たちかな。
友よ、我々の親愛なる王国は私が守ると。お前の過去か。さあ今度はこっちに来ましたと。久しぶりだな、ソウルの圧政者。ソウルの死じゃねえのか。はいはい、ダイブね。こん時はチャンスだね。で、うわ、久々だなこいつも。増えてる。なんか前2個だったよねこれ。これ真ん中にいればね当たんないっぽいと。衝撃波来るのかちょっと気をつけないとな。あっ、ぶねえ。ここ回復チャンスだね。さあこれはチャンスと。いやー、この衝撃波気をつけたい。外側にジャンプしておけるといい感じ。ここは一回避けて、で戻ってくるのは真ん中にいれば大丈夫と。あっ、まあダメージ1だからね、まだまだペース早いね結構。これがね攻撃チャンスだったと思うんだけど、結構隙がない感じで、なかなかやるな。あいて、さあここは真ん中で避けてと。走ってくるか。これあれだね、通り抜けられるの結構いいね。 OKOK。 あ、いいねいいね。さあここは一旦落ち着いて回復してと。あ、ダッシュか。よしよしよし。お前あれだろ、騙し討ちしてくんだろ、知ってるぞ。まだか、さすがに。多分これこの第一形態みたいに通ったら下に潜り込んでいくからね。避ける。えで、なんかね、うまいタイミングでね無敵時間になれるというね。さあフェイントを入れてくると。これも地面に激突させちゃえば一回済むからね、飛ばしてくるやつ。これ避けづらいな本当に。戻ってくるのは真ん中で止まると。ダイブか。あ、ダッシュね。オッケーオッケー。攻撃チャンスが少ないなマジで。ずっと避けてるとこっちが自利品になる。あぶね。避ける。ここはね欲張んないで真ん中にいてと。これチャンス。当たんねえな。当たったか今。お、フェイントか。フェイントはねタイミングがちょっと遅れるから、まあ意外と避けれたりする。なかなかやるな。結構タフだね。フェイントね。オッケーオッケー。これダッシュか。お前本当に魔法使いっていうより魔導士だよね。ご了承やめてほしいぜ。オッケーオッケー。あと1回ぐらいか。あぶね。もうこのねワープするのがねすごい翻弄されるわ見事に。避ける。オッケー。よし、これでまたあれでしょ、暴れ来るんだろお前は絶対。そう、ほら早い。待て待て、あれこんな早かったっけ。避けるのが追いつかない。ここ攻撃チャンスか。オッケー、与えるだけ与えてけ。また避けなきゃいけなくなるから。ダメか。これちょっと速くなってるよね、なんか追尾性能が高い。進行方向のちょっと先に出てくるような感じがするけど。避ける。たくさん切って避ける。 OK。
ケイ。さらばだ。あ、げっそりしてる。すごい痩せちゃってんじゃん。な。なるほどね。歪んでしまったのか、お前も。眠れ。この先、行ってなかったっけ？ちょっとおいで。怖い怖い怖い。こいつはね、ため攻撃をうまい感じに当てていけば、いけると。ね、ここ壁あるんだ。ん？建物があると。来てないよね、やっぱり。お邪魔します。紡ぐものの巣。え？これどっかで見たことあるような。なんだっけ、あの、雲の、ヘラー。ヘラーだ、お前、ヘラー。そうそう。ヘラーの仮面と一緒の模様してるね。雲がいる。上か。うわ、トゲ。ここは、あれだね。スーパーダッシュか。ちょ、こいつを一旦処理してからと。ダッシュ。調べる。紡ぐものの歌。オッケー、チャームゲットできたね。こっちは？あっ、もうやらしいことしてくんね。何がある？あ、卵か。オッケー。ん？なんか転がってった。この玉みたいなやつ転がってったけど。さあ、この雲たちを連れてね、失望者の、あ、失望の王者ね。久しぶり。こいつね、ちょっとね、強すぎるから、この、雲たちで、はめてこうか。あ、この位置で攻撃しちゃダメか。で、上に逃げてと。ちょっとこの雲たちに攻撃してもらって。お前はちょっと強すぎるわ。はい、はい、と。すまねえな、こんな倒し方で。失望の王者、お前さぞかし俺に失望しているだろう。さあ、これで終わりか。さらば。あ、まだだ。偽りの王者と同じだな。これで終わりのはず。落ちていったね。あ、終わりっぽいな。すまねえな、こんな倒し方で。いや、こいつ強いんだもんだって、マジで。あ、マーコス、みんなを守る力が欲しかった。うん、お前は狂ってるわけじゃなかったのか。ごめんな。失われし同胞、久しぶり。どういう攻撃だっけ。なんか突っ込んでくるのに騙されないように、これね。オッケーオッケー。あれ、もうこんな出てくる。2体も出てきたっけ。でもダウンが早かったな今。あい、そこは避けれない。あ、いいね、回復してと。他の奴らに比べるとちょっとダウンが入りやすいぞ。ノックバックもするしね。おやおや？あ、これ下から来るやつか。もう4回ぐらいダウンしてないか。なんかゴリ押しでいけそうだな、こいつ。
オッケーオッケー。さあ避ける。こいつのねフェイントだけはねちょっと気をつけないと。あ、終わりか。オッケーオッケー。ちょっと他の再戦するボスが強すぎてよく感じるな。なあ、失われし同胞よ。コクン。何も言わず去っていった。じゃあね。で、結構集めた。もう2400とか集めたよ。はいはい、500。小さな報酬。夢見の釘。700集まったら持ってこいと。夢の司。なるほどね。夢見の釘を強化すると。でもね、700あるんですよ。王たちが作った封印？ホローナイト？あ、サンキューサンキュー。器ね。はいはい、900もありますよ。お？夢見の門。夢見の門を設置する。設置した門に移動する。ワープゲート的な。なるほどね。それは結構便利だよ。何回も来なきゃいけないような場所あるもんね。サンキュー。こんな感じ。あー、門を設置しないとダメか。まず上じゃ行かないもんね。これ下で門を設置して、ここにいつでも来れるようになると。そうだよね。ちょっとワープしてみよう。あ、なるほどね。オッケーオッケー。じゃあ来るのめんどくさいようなね、あの駅から遠いところに設置するといい感じかな。オッケー。1200もあるよ。はいはい。次はエッセンス1500と。神秘の卵。これ使い道あるの？はいはい、ありますよ。次はエッセンス1800と。お、ありがとう。で、1800もありますよと。覚醒するのだ。覚醒した夢見の釘。強固に守られた精神の中にも入り込める。これがあれかな、なんか反応しなかった白い騎士みたいな、そこに行けるようになるんじゃないか。これで終わり。まあ見た目は特に変化ないね。はいはいはい。王の姿をしたウィルム。おばあちゃん、昔話長いよ。え？ラディアンス？あ、消えた。先見者のおばあちゃんは
ねえ、どっか行っちゃったね。んで、ここ来てなかったね、これ。前、やめようっつってやめちゃったんだよね、確か。こいつの上に乗れると思ってたんだよ、昔は。多分こうやって行かないとダメなんだろうね。結構、シビアな感じ。乗り継いでいく感じね。お、敵が出てくるから邪魔だな。で、また下切りと。これマジで必須テクニックじゃん、下切り。あ、危ない。これで終わりか？あー、次は上ね。なるほど。連打すればいいってもんじゃないからね。しかも、うわ、トゲが。これ左っぽいよね。あった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 。これで最後の器だね。よっしゃー。